今日は前回、まあ、めちゃくちゃ盛り上がったというかバチバチしたというか、はい、あの企画の後編でございます。おー、来た。関西ジャニーズ Jr. 一斉アンケート。イエーイ。生まれで一番長いやん。新作よりもな、これやな。着ていくという気持ち、もう10年間返してやる。全部で8テーマやりまして、残りはあと4つと、うん、いうことでございますよ。ほんまな。そうやな。ほんまな。言いたい放題やからね。我々は返す武器がないんですよ、これは。みんな結構ぶっちゃけてるもんね。匿名なんてくらい言っても、バレてんでって、こっちに。確かにな。そのつもりなかったかもしれないの、書いてる時はな。後編最初のテーマは、A グループの中でダンスがかっこいいのは誰？来たよ。これもリチャードさん。来たんちゃう？リチャードやったら来たやん。ちょっとありそうな顔してるやん、お前。ありそうな顔してる。厳しいしかないやん、お前。厳しいかもな。ダンスがかっこいい部門、第1位は。これはもう全然全然。までもないな。これは全然怒ったりせえへんもん。287点。今までで一番点数高いじゃん。お前はすごいやん。50人中42人が1位。これはもうあと8人教えてもらっていいですか。42人やろ。選んだ理由、はい、見てみましょうか。アンビシャス浦陸斗くん1位に選んでくれてますね。体の可動域がすごく広い、広すぎて軟体動物なんじゃないかと思ってしまう。裏から軟体動物と思われてる。なんでそこだけピッカモさん。悪いわ今の。何が？ピッチャーが裏になんか言うような流れに持っていって。持ってって。やっぱ面白い人は違うな。自分の子供まで。まだまだアンケートありますか、はい、見ていきましょう。お願いします。岩泉明人くん、アイソレーションが綺麗で見せ方がすごい。完璧しっかりしたコメント。アイソレーションって言った。アイソレーションって何ですかっていう質問ですけど、アイソレって言われるんですね。例えばこう首をこう動かすとか、回すとかね。綺麗で見せ方がすごい。それを胸でやるとか、はいはい、こういうんですね。乗ってるな。長すぎやろ。長すぎやろ。アイソレーション首だけでよかったやろ。ダンスがかっこいいランキング第2位お願いします。どうしましょう。大体ね、いや、まあ、2位もまだ売れるわ。あ、ほんま、2位はな、わかるわ。平和とかね、うん、ほら283点数だぞ。ほらめくる前に分かって。ほら、いい、めくる前に。ほら、先読みしすぎやろ。50人中37人が2位。ああ、あれだ。だからもう全員滑りちゃワンツートップやったんじゃん、うん、全員じゃないよね、でも。1位の人も俺見ますよ、なんなら他の13人。その他の人らが気になる、誰がいいやろ。北村仁太郎くん、ダンスが上手いだけじゃなく、僕たちに教えてくれる時もすごく分かりやすく教えてくれます。ああ、いい、大事やね。振り付けとかもしてくれてますもんね。そうね、最初にね、見せるね。ああ、嬉しいわ。3位から見た3位ちょっと気になるな。せーので言ってみる。せーの、大勢。おー、そんな気がする。いや、これまだ決まってない。嬉しかったけど、俺らの予選。いや、勝負。いや、後輩から6位よりもこっちからの差、嬉しい。後輩決戦。第3位、大勢なんでしょうか。それでは発表お願いします。おー、176点、福本大勢。しゃ、嬉しい。第3位、ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。リトル関西西村拓也くん、踊り方が個人的に好みです。胴と背がしっかりしてて筋肉や体幹を活かせています。ありがとうございます。誰が言うとんねん。いいやん、別に。いいやん、個人的に。あ、ボーイズビー丸岡高生1位にランク付けてますね。関西のダンサーといえばリチャードくんという人がほとんどかもしれませんが、僕は福本くんだと思います。福本くんはキレキレで切れ味抜群って書いてる。いや、関西のダンサーだった。関西のダンサー。いいよ。関西のダンサー。はい、それや。関西のダンサーです。 A グループの中でダンスがかっこいい第4位は133点、まさかど。おー、 おー、 ありがとう。ありがとう、関西ジュニア。まさかのソロ公表多いよな。いいやん、いいやんか。ソロ公表結構って言ってるわ。ソロ公やった人の特権ちゃいます。やば、何も言えへん、何も言えへん、何も言えへん。
ビリは一体どっちなんでしょうか。お願い、ほんまにお願い。頑張ってはいる。最下位は頑張ってはいるんや。この人です。恨みっこなしだ。これ113点。小島君。おお、意外よ。泣きそうな。泣きそうな。90点頑張ってる。10年間返してやる。いきましょう。まずはマサヤ。ちょっと奥ボカはガチよ。ボカダンスうまいからガチやん。これガチやん。アドバイスやん、ほんまに。力強さが弱いイメージ。おありがとうございます。おかちゃん、ありがとうございます。おかはほんまにダンスはできるんですよ。びっくりした。すげえ殴られる覚悟してたら。おかはちゃんと、見て、おかちゃんめっちゃ見てんねやろ。頑張ってねって感じで。気になるのは最後これよ、小島くんですけども。これこれ、ちょっと言っていいですか。後輩にダンスのこと言われて消えるかもしれない。今冷静に考えてないけど、まあ、でもその言い方にもよるやん。あ、まあ、確かに。ボーイズビー北村仁太郎くん。よく変顔するし顔に目がいってしまう。これはもうしょうがない。3やで、3や。3やで、3や。それおかしいやん。それおかしいやん。どうしたやん北村も。これは顔だけですから、ダンスのこれは別にダンスのことに対して言えない。下はダンスのことや。これは顔のことです。まだまだアンケート来ております。佐藤宗志くん、小事件サンバのイメージしかない。小事件サンバ中にもっとダンスしてた。あ、そうや、R1 を歌で見せる曲やな。確かに、それは歌で見せる曲。確かにな。さあ、続いてラストのアンケートでございます。ボーイズビー、角慎太郎、小島くんはノーコメントで。はい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 。え、6位にしてる ?6 位。え？目悪いか。スミ仲いいやん、これは。うまい。あれ…スミ好きそうやけどな。お笑いだけじゃなくて、全部通して。ねえ、ビリか。来るよ。一番来た。え、ビリっていうのに来てるってこと？続いてのテーマ、A グループの中で無人島に連れて行くなら誰？マジで予想つかへんやん、こんなの。1位はもう1人やな。1位はリチャードやな。そうか。でもやで、後輩目線で考えて。俺らやったらもちろんリチャード連れていくよ。でも後輩目線からして無人島にリチャー連れてってもう怖いね。そっか、サバイバル部分だけじゃなくて。そう、そうなってきたらそれこそ小島とかの面白さとかさ。なるほどね。じゃあまず1位から見ていきましょう。リチャー君じゃなかったらカバロナダッシュ。えぐいってそれ。うわー、1位214点大勢。やったー、1位やー。嘘やん。やった。だからそんだけのみんな多分見てくれてないってことやんな。ちゃうちゃうちゃう、見た上でじゃない。見た上で。見た上で。あ、こいつ喋りないなと思って。そうそうそう。岩倉つかさくん、頭がいいからいろんな知識で何とかしてくれそう。なるほどな。学力がそっちか。なるほどな。はいはいはい。分からんね、これ。頭あるんや。サバイバルの知識まだちゃうもん。そうよね。学力の知識黙っちゃう。関係ない、学力なんか。何が大切な、サバイバルは。生きていくという気持ち。気持ちが大事だな。1位の頭じゃない。知識マインドやもん、結局は。お、今井大地。おお、大地。いろんなことを知ってそうで頼りにしている。とりあえず食べられる食べ物を教えて。あ、やっぱりだから知識やねんな。知識面ですね。これは人間性もある。おお、ちょっと言われない。人間性ってなったら危ないらしい。なんで自信なくなるの。さすがにでも人間いや、似合うやん。これは素敵レースやと思ってましたもん、リチャ君。そう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 。ダンスぐらいずば抜けると思ってました。無人島へ連れて行きたい第2位はこちらです。あれあれあれ、リチャ君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 、引き上げてくれ。リチャ君1点、小島家。ごめん。やっぱ、あれや、人間性が出てますわ。なんでよ。扇の正隆くん、正隆、小島くんはイカダを作ったり魚釣ったり何でもやってくれそう。何でもやろ、それは。いや、リチャくんやろ、それは。リチャ、お店やるよ。リチャよ。いや、後輩のためにやらんから。ほら、そういうとこや。出た、出てるわ。できるとやってくれるは違うから。そうか、そうか。そうよ、まあ連れてきてって言われても連れてかんけどね。一緒に行かんけどね。あかん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 。こいつをビリにしようぜ。みんなでビリにしようぜ。でももう
さすがもうやめて、もうリチャードリチャード言わんといて。このユニーやで、このユニー勝てるやろ。さあ、無人島へ連れて行きたい第3位の発表、お願いします。リチャード、うん、もうこれリチャードでいいでしょ、これは。193点差の終わりや、終わりです。ほんまに変わった方がいいかもね。チェンジした方がいいかも。アンケート理由見ていきましょうか。見たい。佐田和真くんも1位に選んでますよ。ありがとう。優しいので無人島で2人でいてもストレスがたまらなさそう。たまらないやろな。やっぱなんかそういうことや。リチャと2人聞いても考えられへん。たまらないやろな。たまらないやろな。アンビリアリクト君6位、暴走されたら 100% 止められないから無人島に魔王だけはご遠慮ください。わ、魔王やって後輩に魔王って呼ばれてて。ほんまやな。ジュニアチャンネルの運動会でもうそんな浸透したんですか。ほんまやな。魔王が浸透しようとしてるような魔王が。いや、魔王めっちゃおるわ。かっこいいした。第4位の発表お願いします。お願いします。ミチェン文句で大丈夫。おぉ191点リチャード。おめでとう。おめでとう。よかった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 。そのなんか安堵の感じやめて。あ、柴崎とわくん1位。ほら。に位置づけてますよ。偉いわとわ。ダッシュで得た知識をいっぱい活用して何とかしてくれそう。あ、分かってる。俺はそうよ。模範解答。いろんなところに入る。みんなこれやってる。そうやね。俺そうやね。みんなこれやもう出て。ボーイズビー住慎太郎。リチャード君は野生に帰ってしまう。めちゃめちゃおもろいやん。何言ってるんだよこいつ。ポケモン図鑑の説明が。リチャード君は野生に帰ってしまう。リチャード君は無人島に行く。自然に連れてたかんて。いや、もう分からんね、こればっかりは。さあ、それではビリは一体どっちなんでしょうか。発表お願いします。102点、末澤くん、ビリ結構なんす。あ、まさかの154点、5位、ね、52点差、結構な差、結構な差が、結構な差ですね。そんな飽きましたか。アンビシャス、小柴陸くん、僕がすることに何かとイチャマンをつけていそう。そんな言ったら、でもみんなやで。陸、独り言めっちゃ多いよな。大きいしな、独り言、声、ね、心の声、全部出てくる。いや、無人島でも言うわけやもんな。そう、それをソロコンの時に一回突っ込んだんですよ。それでかもしれない。あ、だからじゃん。ソロコンが初めて悪い風に活用された。No. おー、まあ、あー、ほんまや。そのパターンがあるかもしれへんな。じゃあ続いて6位、ビリのせいやくんの。初6位ですね、せいやくん。しかもほんまやな。ほんまや。理由やわ。確かにね。これは。まあそれ次第ですね、確かに。理由次第では、出るとこ出るよ。頼む、まともなアンケートやってくれ。お願いします。ボイズビー、上垣浩介くん。来た来た、ボイズ来た来たよ。何もしてくれなさそう。すぐ機嫌悪い。上垣お前やるだけ言うたよ。誰が言いたい、何が言いたいよ。上垣、何が言いたい。逃げろよ上垣。上垣本気で逃げろよ。大丈夫やぞ上垣。すぐ機嫌悪くなりそうやって。あ、そう思ってんねんなお前。上垣逃げろ。上垣逃げろ。上垣逃げろ。俺がすぐ機嫌悪くなると思ってんねんな。俺やな。その指の差し方から嫌やったもん。まずアンケートまだ来ております。いいね、はい、面白い。あれボーイズビー岩倉司さん気まずい。やばい。ちょっと待って、めっちゃおもろい。なかなかやるのはいいけどリアルやねんて。いやいやいや、普段あんま喋らへんからさ、岩倉とか喋らへんから、まあ気まずいわかるけど、それでもリッチャーもんや、うん。なんならリチャーよりは俺多分喋ってる気すんねやんか。そう、気まずいだけを理由にするならないわから、分かってる、聞いてる今。おい、逃げろ、逃げろ。気まずいな、聞いてる、気まずいな今。気まずいって最初からそういう感じでおるから、実際も人間見た時も気まずい感じになるわけやんか。北海道まで飛べ、塚さん。北海道や、北海道行ったら逃げる。逃げろ、逃げろ、逃げろ。それは少々バリ早くしな。まだ来てますか。まだやめてあげて。もう俺の時ここぞとばかりの6位リトル関西大西風が絶対一緒には行きたくない、絶対に言ってる、強調してる。これ国語の文法やったら強調って言うんですよ。いや別に
からええよ、フーガがその絶対に一緒に行きたくないっていうのを言ってくるのはええけど、その理由を述べてくれたら、ここでこれだけじゃ分からへんから、その理由をさ、この行きたくない、何々だから一緒に行きたくないっていう理由がないとさ、そう分からへんから、その何で絶対に行きたくないかっていうのをしっかり今度あのメールで送ってきてくれるの分からへんから、頼みが逃げろ。この1位欲しいね。欲しい欲しいな。シンプルに後輩から一番嬉しいかもな、うん、早速発表していきましょう。まずは1位から発表です。ボーイズグループの中で先輩として頼りがいがある第1位は199点、こじけん。ありがとうございます。嬉しい。いやまあそうやな、でもそうやな、嬉しいです。もう分かるわな、ボーイズビー中川聖太くん、相談とかしたらすごい的確なアドバイスをくれる。ああね。何を聞かれるの？でもボーイズビーとかほんまに、それこそマルとかはジャニーズで俺、これジャニーズで売れたいんすよみたいなとか。熱いな。相談というかそういう話とかも。夢語ってくれるよね。そう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 。熱いね。でほんまにボーイズビーはだからちょっと離れてるけどめっちゃ後輩って感じですもんね。ある意味。だから一番俺が見てて成長が楽しいんですよ。勝手に先輩気分になって。アンビシャス浦陸太くん、僕が収録うまくいってない時に大丈夫まだあるからと優しく声をかけてくれた。優しいね。なんかその現場見たわ、うん、こういう先輩がおったら嬉しかったなっていう先輩になりたい人やから。いろんな相談されるけどダンスの相談は出されんな。されたことないかもな。振り付け教えてくださいとか、教えたのかって言っても大丈夫ですって言ってどこに。それは何やろ。あら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 、同率に191点まさかの福本しゃー。発想通りよ、発想通りよ、同率やな。何なるほど、大丈夫だ。何スエザー、スエザーさん。いや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 、何九州生多いの、九州生多いのは何でソロコなんですか。その時にユキヤがなんかそう言ってくれて相談みたいな。で、どんな相談だ、その仕事について。まあ仕事についてな。へぇー、そんな考えてんねんな。第4位はこの方です。179点、佐野正也。俺正直製薬やと思ってた。いや俺も製薬食い込んでた、うん、俺候補に入ってない。おったんすか。おったんや。俺は今日遅刻してくれるから行って飛ばしていくのやめて。じゃあ理由聞いていきましょうか。楽しみやな、マセの理由。ボーイズビー上垣光介、後輩みんなに優しいし面倒見が良い。上垣が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 。まだおったんか上垣。YouTube のアプリ終了しよう。さあそれではせいやくんとリチャードくん、今一体どっちだ。127点、リチャードくん。知ってます。知ってました。知ってました。でもやっぱビリリチャってのがなんかいいわ。いいなー、なるほど。ビリリチャビリリチャ見られてないね。あの王道とこれしかないね、俺ビリリチャって。あ、なんか印象的。印象的やねんな。じゃあまず5位のせいやくんから。はい。アンビシャス小芝陸、6位ですね。頼りにできない気がします。しばくぞそういうとこやねんて。しばくぞって。いいよいいよ、これはしばいていいな。これはしばいていいな。竹村翔くん、話しかけるのが怖い。あー、一番やわ。あ、でも4位やん。そう、おお。なんか頼りたいけどちょっと近寄りがたいみたいな。そういうのがあるかもしれない。でも俺から積極的にあんま話しかけに行かへんからな、後輩に。確かにね、それはまああるんやろな。そういうリチャくんですよ。リチャね。リチャくんなんけど気になるよな。アンビシャス岡長い。いやいやいや、まだそんな感じ。生まれで一番長いやん。こんなに真っ黒なってんじゃん。お前そりゃいっぱい顔出てくる。めちゃめちゃ大きいやつ出したってください。めちゃめちゃ大きいやつ出したってください。いやこれ偉いわ、アンケートちゃんと。偉いありがとうな、ユーリ。じゃあ理由読んでいきましょう。あまり後輩と話している姿を見たことがない。人見知りなのは分かりますが、もっと後輩に話しかけてくれたら、今のところあまり頼りがいがあると感じないです。まあ人見知りっていうところまで分かってくれてんやったら、そっちから話しかけてくれたらって思って。ユーリも人見知りやった。そうやな。頼りがいっていう意味で来てほしかったんじゃないですか。ああね。ラストのアンケート。まだあるのかいな。
研修生渡辺大河君話したことがない。わかる、俺も話したことないから。わかる。なんでどうでいいの？渡辺君とある意味気が合うかもしれない。お前から話したことないよね。話したことあるってなるから。そう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 。めっちゃ話したことないよね。ラストのテーマはナルシスト度ランキング。ここでこれは1位が最もナルシストって思われてる。6位がまあ一番自然体な人と思われてる。なるほどね。点数は1位がポイント高い。ナルシストと思ってるから。ナルシストがポイント高いですね。これは6位から発表していくと。そうかそうか。誰や？あんな俺らナルシストみたいな体勢ぐらいじゃん。うん、世の体制かなって思った。俺もナルシストって言われますけど、この中やったらね。でもこの中やからさ。うん、やっせぇな。今の中やったらなんか、あっ、今のナルシスト今に連れてんな。おいおい、そやな、あんな眉毛動かんもん。ナルシスト度ランキング第6位はこちらです。誰だ6位、104点、佐野。イメージ通り、イメージ通り。どういうとこ見てそう判断してるか。そうだよ、お前が見てっていうのかな。アンビシャス、岡優里くん。あまり鏡の前で自分の顔を見ている印象がない。自分の顔が嫌いなのかと思っちゃう。可愛いな、思っちゃうやん。思っちゃうやん。めっちゃ可愛いな。見込み可愛いわ。おー、リトル関西島崎とは。マサヤは謙虚。ほんま謙虚だと思う。謙虚だと思うな。別に合ってるけどな。6位って、いや、だから実質いい、いや、いいんじゃない。そうだよ、謙虚でちゃんとやってるってこと。まあ、言い悪いじゃないけど、恥ずかしいよねって言われて。あ、まあ、そう、1位がね、1位を。別にナルシストがめっちゃ悪いわけでもない。今、ハケかけたな。今、俺も思った。今、ハケかけたな、急に。今までそんなこと誰も1回もやってへんのに。ナルシスト度ランキング第5位は、こちらです。5位、120点、リチャード君。そこか、しっかりな。あ、まあそうか。そうかそうか。だから、ナルシストは、なんかこう、いっぱい髪の毛を遊んだりとか、髪のバリエーションとか。はい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 。それが、お団子作ってだけやから。173点、まさかとよしのり。俺か。ファンのみんな見たよ、これ。いますね。パサパサパサって思ってた。すぐ戻ってきたな、なんかすぐ戻ってきた。分けてパサーがええねん。そうやな。 A グループのナルシスト度ランキング第3位の発表に参りましょう。誰ほんまに誰。3位、嘘やん。99点、福本大成。うわ、嘘やん。全然言われてないんじゃん。でも、いや正直俺1位やと思ってましたわ。あ、自分でも発揮して、もう正直自分でもそのナルシストみたいなとこあるし、うん、ちょっと理由見ていきましょう。お願いします。今井大地くん、よく鏡の前でポージングしてた記憶がある。何それ。しちゃってんねや。いや、でもそうやねん。どういうこと。ポージングって何。じゃあ大地って服買いに行った時も試着するじゃないですか。で試着して、あ、これいいなとか、こんなんだけじゃないですか。でもこうなるっすよ。アイドルシート出すんですよ。いやでもええやん、これは別に。ちょっとやりすぎやん。もう決めた、シャッて音をでかくして。なんで音でかくすんの。なんで音でかくパッて。なんなんそれは。いやだから気持ちいい。サロなんかもうそーっと言うの。アルシスト出かくす。もうお邪魔しまーす。もう見えてへんぐらいで閉じた。一瞬かかりみたい。それでは A グループでもう見て、ほらナルシスト度ランキング発表の時のナルシスト度違うやろ。俺とせい全然違う。今待ち方すごいで。いやいや、俺ずっとこんな感じでおったって。俺ライブ始まる前俺こんなんやってへんって。俺手こんなんやってへん。地元に出会いなんだ。ナルシスト度ランキング第1位はこちらです。236点。そうだよ、200点だ。いってるわ。やったー。ほんまや、小池203点。結構いってるわ。いったね。これでも1話もないって分かってたから正直。うん、そうやな。でも意見気になるな。アンビシャス岡優里くん、 A グループの顔面偏差値は俺が上げてるって自分で言ってみた。俺の顔となんと。
前言ったかな。いや言ったんやろ、岡ちゃんが覚えてるから、うん、これ恥ずかしい。1位めっちゃ恥ずかしいと思う。来るな、これでもだいぶ恥ずかしい。これ来るよ。これ来るな。ボーイズ B 岩倉つかさ、いつも髪の毛をいじっている。ナイスかさ、ナイスつかさ。え、知ってる俺いつも髪の毛。雑誌の時とか、うん、セットしてる時は直すの多いかも。あ、そうかもね。鏡見てたりとか。リトル関西大西風が絶対自分のこと好き。うん、理由は出た、もう出たよ。風が気をつけろって言ったやん、さっき。いや、風がさっきもあったよな。そういうとこ直した方がいいんちゃう。風が、風が、風が、逃げろ、もう風が。ありがとう、書いてくれて。絶対使えて、ちゃんと根拠がない。風が、ありがとう、アンケート止めとくから、風が。怒ったりとかしてんの全部嘘やで。俺も嘘やで。俺も嘘やで。コウスケ、逃げとけよ。スウェーターとリチャードには気をつけてね。ゴブ、めっちゃ喋ろな。逃げろよ、喋ろ。ちょっと待って、今、大勢がこうやってました。ハイナルシスト、ハイナルシスト、コマドでナルシスト。